はい、こんにちは。スプレーアテネンの梅ちゃんとマサちゃんです。で、今日はね、メキシコのめちゃくちゃ美味しいご飯、エンパナダっていう料理を紹介していきたいと思います。うめ、めっちゃうまいんだよね。めっちゃうまいエンパナダね。いろいろがあるけど、特になんていうの、魚、魚とかのエンパナダが一番美味しい。ということで、今からメロちゃんがエンパナダの作り方を見て、どうやって作るかっていうのを教えて、ちょっと盗もうかな。何を？秘密レシピを。レシピ。おー、オッケー、レッツイッツ。レッツイッツ。今からね、エンパナダの最高、本当にめっちゃうまいんだよ。あ、おー、アボカドも完璧だね。アボカドめっちゃ綺麗だね。コモテジャマス？マティアス。マティアス？本当にね、これめっちゃ、ね、めっちゃうまいんだよ。エンパナダっていうメキシコの料理。料理。ディア、コンタデアトゥンメディオ。ちょ、quería una de atún y dos de camarón. Dos de camarón y una de atún. Ah, ok, son dos. En total son tres. ¿Tres de atún? No, una de atún y dos de camarón. En total.ほら、あー、みら、エルスセン、いっぱい入れてくれたね。いっぱい入れてくれた。とマヨネーズ。あい、おいおい。緊張してる？ケチャップ。カマロン。あ、okay。 これはエビ。エビツナ、エビツナ。Okay。いただきます。ちょっと待って。はいよ、いただきます。塩でも、うん、美味しいよ。めっちゃうまいんだよね。めっちゃうまい。100点、200点。はい、ということで、やったなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。これ本当にメキシコに来てこれ食べてみて。メキシコのエンパナダでした。マジで美味しいよ、マジで美味しい。